パンチドランクラブは2002年に制作されたポール・トーマス・アンダーソン監督、アダム・サンドラー主演のロマンティックコメディ映画。左からアダム・サンドラー、ポール・トーマス・アンダーソン、エミリー・ワトソン、フィリップ・シーモア・ホフマン。第55回カンヌ国際映画祭にて、ブギー・ナイツ、マグノリアなどにおいてその手腕を発揮したポール・トーマス・アンダーソンが、 コメディアンのアダム・サンドラーを主演に迎えた一風変わった異色のロマンティックコメディ。それまでの作品同様、アンダーソン監督自身が脚本を手掛けており、ヒロインにはイギリス出身のエミリー・ワトソンがサンドラーの相手役で出演している。サンドラーはそれまで出演してきたコメディ映画の雰囲気とまるで違う人生に対する悲壮感を抱えた男をユーモラスに演じている。 今作において、その創造性が評価されたアンダーソンは、カンヌ国際映画祭で見事に監督賞を受賞した。カリフォルニア州ロサンゼルスのサンフェルナンドバレーに住む、バリー・イーガンは、キラキラ光るラバーカップといった珍妙な商品を取り扱う卸売会社の経営者。普段は、真面目な青年だが、何か特注うるさい姉たちの中で育ったためか、女性に対して不信感を抱いており、 なおかつことあるごとに、情緒不安定に陥ってしまう。そんな彼が最近の日課にしているのは、ヘルシー、チョイス社のプリンを大量に買うこと。プリンの特典である、プリン代よりも価値が高い航空会社のマイレージを、たくさん貯めることに余念がないのだ。ある日、姉のエリザベスが同僚であるリナを彼の職場に、連れてくる。静かで優しい感じを醸し出す彼女に心を、 寄せ始めたバリーは、早速彼女を食事に誘い、二人の距離は徐々に狭まっていく。未だに独身で浮いた話もなかったバリーはかつてない幸福感を味わっていたが、その思いも束の間だった。ある夜に、ふとダイヤルを回したテレフォンセックスのサービスコールにより、クレジットカードのトラブルが発生。そのせいでユスリアから脅迫まがいな電話が連日かかってくるようになったのだ。 怯えるばかりのバリーであったが、なんとか自分を奮い立たせてゆすり屋のもとへと向かう。映画批評サイトロッテントマトズには182件のレビューがあり、批評家支持率は79%、平均点は10点満点中7.4点となっている。また、メタクレティックには37件のレビューがあり、平均点は100点満点中78点となっている。 本作はザ・ AV クラブの選定した2000年代の映画ベスト50において33位となっている。映画監督のジャド・アパトリーアン・クリッチ、俳優のビル・ナイラが本作をお気に入りの映画の一つだと公言している。ありがとうございます。